ございます。リポーターの有賀玲香です。本日は出雲大社をある方にご案内していただきたいと思います。武田恒康さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。いい天気になりましたね。今日すごい天気になりましたね、はい。有賀さんは、はい、出雲大社は初めてです。初めて、はい。そうですか。出雲大社のイメージはどんなイメージですか？なんかこう縁結びだったりとか、ね、はい、やっぱり神様が集まるっていう。そうですね、聞いたことがあるんです。結構よく知ってますね。まあでもなぜ集まるのかを、あ、分かりました。じゃあ縁結びの話とか神様の集まる話もじっくりさせていただきますね、はい、ありがとうございます。はい、それでは行きましょうか。はい、さあ、ここに大きな鳥居が立ってますけれども、はい、まあ、ここから先が御神域です。はい、はい、ではあの鳥居のところで一礼をしてからですね、入っていきましょうね。はい、ここから本殿までは約900メートル。900メートル、はい、1キロ弱。そうですね。わあ、結構ありますね。これ下っていくんですか？そうですね、いいところに気づきましたね。ここはですね、御神域に入ってすぐで、これからずっと下っていく。あ、もうずっと下りに上がらず、はい、そうですね。途中から平坦になるんですけどもね、でこれがね、なぜ下るのかっていうのは、はいはい、実はね、よく分かってないんです。分かってない、はい、たまたまそういう地形なのか、まあ、もしくはこうね、尊いお宮が目よりね、ちょっと下の方に下っていく感じでこうね、頭を垂れるような気持ちになるっていうこともありますし、かつての、ね、神話で出雲の国との、ね、高天原と この対立構造みたいのがあったので、はい、丁寧にお祭りしながらも封印してるんじゃないかとかですね、まあ、いろんな想像ができるわけなんですけども、定かではない。そうですね。でね、ちょっとここから見える奥に山がありますでしょ、はいはい、あのお山がとっても尊いお山なんですね、はい。なので、まあ、参道は下っているように見えますけども、やっぱり神様を仰ぎ見るというね、ふうにも思えますよね、はい。これは歩くのは右側になる。そうですね、あのお宮によってね、あのちょっと違いがあるんですけども、はい、あの出雲ではあの右側ということですね。なので今右側にちょっと小さなお社が見えてきましたけども、はいはい、ここでですね、お祓いをしてから行きます。あ、お祓いを、はい。祓えの社と言いまして、はい、まあ、体とか、まあ、精神に宿るこの汚れを払ってくださる、そういう神様がいらっしゃるんですね、はい。あの神様はあの清らかなことが、まあ、あのお好みなんですね。その罪とか汚れとか汚いものをとても嫌うの で神事をするにはそういうきれいに清払いをしないと神事そのものが成り立たないんです。だからこの不浄なものがね、わーっていきなり神前に行くというのはとても失礼なことなので、はい、ここでですね、まあ、お祓いをするということですね。なんかここで商売繁盛とかあの縁結びとかじゃなくて、ここは払ってくださる神様なので、はい、あ、もしかしたらね、あの知ってるかもしれませんけど、はい、普通神社って2杯2拍手1杯の作法なんですけども、はい、出雲は4拍手になります。さっき、ね、4回聞こえて、そうそう、2杯4拍手1杯という作法になります。はい、はい、で一番最初で一番最後に軽く会釈をします。はい、それでいきましょう。はい、一段ずつ。そうですね、はい、外側の足からです。どうでしたか？取り払ってくれてると信じております。そんな感じがしますね、はい、あともう一回ね、ちゃんと水でね、はい、手と口すぎますからね、はいはい。先ほど階段登る際にこう、はい、足ね、いいことに気づきましたね。あの神様がいらっしゃる真ん中が一番尊いんですよね、はい。だから右に立ってるか左に立ってるかによって出すべき足が逆になるんですね。あ、今こういうふうに立ってて、こう真ん中が神様ですから、はいはい、右の人は右足から出す、左の人は左足から出すというね。で、まあ、
順番にこう行くよりも、はい、まあ、外側の足を先に出して内側の足をつける、外側の足を出して内側の足をつけるという、まあ、そういう運びになります。はい、参道もだいぶ進んできて、ここから先も平坦になりますね、はい、でここ川が流れてるんですけども、はい、蘇我川という川を今渡っていきます、はい、で水で区切られるというイメージなので、まあ、より一段とねこの御神域に入っていくというイメージですね、はい、でちょっと見ていただくとこの参道真ん中が柵があって、はい、真ん中通れないようになってますでしょ。ありますね、はい、これ真ん中はねこの神様の通り道なので、神社でねあんまりね参道の真ん中を歩くのはちょっと失礼というね、いうふうに考えますので、はい、私たちも今こうやってちょっと右側をね、はい、歩いてきてますね、はい、あの石像は、あ、気づきましたね、はい、かわいいうさぎちゃんが見たい、はい、このね、はい、出雲大社の境内にはこういううさぎちゃんがねあのいくつもあるんですね、まあ、これは日本酒発祥の地という記念 の、はい、あのモニュメントなんですけども、出雲大社に祀られている、神様はご存知ですか。わからないです。大国主の神、ね、あ、聞いたことがありま す、 ますね、この方がですねあの若かった時にあのうさぎちゃんを助けたお話があるんですけども、稲葉の白うさぎ知ってますよね。はい、絵本とかね童話として結構子供の間でも知られている、これ実はお国主の神 の、 あの若い時のお話なんです。今つながりました。つながりました。小さい時に聞いたお話と、はい、でその稲葉の白うさぎのこの場所というのは、はい、ここはあの島根県なんですけども、はい、隣の鳥取県、まあ、浜がありまして、はい、その浜を歩いていた時に大国主の神がまだ若い時大名無知の神と呼ばれていた時なんですけども、はい、傷ついたうさぎちゃんに出会うわけですね、はい、そしてそのうさぎちゃんを助けてあげる、はい、そこで、まあ、適切なねあのガマの方を体にまぶして、こうしなさいしなさいっていろいろ教えてあげて、でそれでまあ元気になるので、だから大国主の神はあの縁結びの神だけではなくて、はい、医療の神様としても有名なんです。それは知らなかったです。へ、もうね半分以上来たと思うんですけれども、はい、このね参道を歩くということがねあの気持ちいいですし、はい、この玉砂利の、ね、音なんかで心洗われますからね、はい、参拝に向けてこう気持ちを整えてというね、はい、この参道もとても、ね、重要な意味があるんですよ。何か、ね、あの方が大国主の神ですね。ちょっと近づいていって見てみましょうか、はい、あの大国主の神のブロンズ像がありますけども、はい、まあ、大国主の神がこちらの出雲大社の、祀られている神様です、うん、であの大国主の神は、まあ、かつて大名無知と呼ばれていた時代があったんですけども、まあ、立派に成長してこの地上世界に立派な国を作った、まあ、こういう話が古事記に書かれています。まあ、あの天空世界はねこの高天原っていうんですけども、はい、まあ、高天原を治めるのが天照大神、はい、で地上世界をこの大国主がね立派な国を作ったということで、これあの問題になったんですよ。あれなんか国ができているということで、それで高天原から使者が来て、ピッピッピッ、君何国作ってんですかみたいな、ダメですかって話になって、いやそれダメだと、ここは天照大神の管轄するところに勝手に国なんか作っちゃダメじゃないかということで、そこちょっとね地上の国と高天原でまあちょっとそういう問題が発生したんですね。でその時にまあ高天原から使者を何回か派遣して、まあ交渉というか話し合いをした結果、まあ、大国主の神が分かりましたと、じゃあこの国は、まあ、天空世界を治める天照大神様にあのお譲りしますということで話が決着するんですね、はい、これが国譲りという物語なんです。そういうことだったんですね、はい、でこの時にですね、はい、あの無条件で国を明け渡したのではなくて、はい、たった一つ重要な条件をつけたわけなんです、はい、で大国主の神が私がね立派な家を建て、そこに住み周りの者から拝まれることを許してくださいと、はい、それを多分あの高天原の側が飲んだんだと思うんですね、はい、それで作られたのがこのお宮です。あ、はい、なのでこの出雲大社創建の物語が古事記に書かれているんですね、はい、でその時に、まあ、
あの奥主の神を説得するために天空世界から来た方の一人が、はい、雨の保秘の御事と言いまして、その方が大奥主の神に仕えて代々出雲大社の宮司をするようになりまして、で現在の宮司様が第84代あずっと続いてらっしゃるんですよ。すごい歴史ですね。そうなんです、まあ、普通ねその例えばローマ帝国がヨーロッパでどんどん拡大しているときに周りの宗教を禁止していくわけですね、はい、だってキリスト教は一神教だからそうです、ね、君たちの神は邪神だって話になるわけですけども、はい、どうも日本の場合はですね宗教の自由というのを広く認めてだから宗教戦争の形跡がないんですよね、はい、だからこそ続いていて。そうですね。だからあの古事記に書かれているのは天空世界と地上世界との話し合いということで、はい、まあ、神話として描かれているんですけれども、はい、これ実際3世紀から4世紀にかけて、まあ、日本の国々が大和の国にこう統合されていった時代があるんですけども、はい、おそらく出雲にはまあ立派な国があり、その出雲と大和との話し合いによって戦争を回避して一緒になったっていうね、そういう史実があったと考えられるので、はい、まあ、その時のことを、まあ、神話という形でですね古事記に書き記したというふうに見られています。はい、でこの国譲りっていうのは、はいはい、お作り話じゃないかっていうふうに戦後ずっと言われていたんですけども、はい、いくつか重要な発見があって、はい、あの本当の話だっていうことがあの分かってきたんですね。実はね、そうなんです。出雲大社のすぐ近くに高神谷遺跡という遺跡がありまして、はい、そこでですね358本の銅剣がピチッと成立したまま埋められているのが発見されたんですね、はい、でそれまで日本列島の銅剣を全部数えても200本しかなかったところ、はい、1箇所から358本出てきたので上回っちゃった。そうなんです。だから出雲にはちゃんとした国家なんかなかったんじゃないかって言われていたんですけども、はいはい、いやちゃんとした国家があったことが証明されてですね、はい、しかもそれなりの力を持った、まあ、青銅器を、ね、358本並べるってものすごく大きな国力だったと思われるので、まあ、本当だったんだと言われるようになりました。あと法人大遺跡のすぐ近くに鴨岩倉遺跡っていうところがありまして、はい、そこで銅鐸がたくさん出てきたんですね。銅鐸まで、はい、でこの時代大和には、まあ、大和朝廷の中心地は大和ですから、はい、大和には銅鐸を使う宗教文化が当時もうなかったので、はいはい、だから大和と出雲は別宗教だったということが考えられるんですね。それが戦争を経ずに統合したと、はい、そして出雲には出雲独特のお宮が作られ残された、はい、これはおそらく出雲と大和だけでなくって、はい、まあ、大和がいろいろな国と、ね、統合を果たしていくときにやっぱり宗教を重んじたとか、はい、その地域の伝統を重んじた、まあ、そういうことがあってですね一緒に協力しようということで大和朝廷が全国を統一していくときのその進め方というのをこの出雲の国譲りからちょっと感じ取ることができるんじゃないかなと思うんです。だからこの出雲大社というのは、はい、一地域にある大きな神社というだけじゃなくて、はいはい、日本の統合を象徴するような、非常に重要な意味のある神社だと私は思います。そうだったんですね、はい、軽く一礼して一拝で一拍手ですね、はい、ここから始めます。もう完璧に準備が整ったということで、はい、これからご本殿お宮の方ね参拝していきます。はい、これね、高さが、はい、結構ありますね、はい、24メートルありますので、あの2000年にここを発掘調査した時に、はい、柱が出てきたんですよ。あ、これです。これが実際に出土したものですね。